はじめにも匂い移ったかなって思って自分嗅いでみたけど、別に残ってなかった。ふわもこちゃんが、あのね、ふわもこ先輩って呼んでたんだけど、ふわもこって呼んでくださいって言ってくれて、いや、でも、いや、先輩なのねって言ったら、全然、デビューした時期変わらないから、ふわもこで大丈夫って言ってくれて、だから、ふわもこって呼ぶんだで。はじめのことは番長って呼んでくれるだけや。超ふわもこ、かわいい。なんかめっちゃいじってくれたで。番長より聞き取りやすいって。なんか英語のやつ。AI 小よじさんの。番長より聞き取りやすいって言われたで。ねえ、絶対聞こえてるのに、はじめのこといじってくれて。やだてぃな。パオパオ。爪のノミネート作品は原稿にない英語を喋る AI 小よりの暴走に驚く白衣小よりでした。まあ、初めよりちょっと分かるかな。番長語はちょっと難しいですね。はい、AI 小よりさんは泣き泣きに負ける番です。それはネタじゃない。いやネタだろ。絶対タントより初めの方が聞き取りやすいだろ。ね、バラエティーをいじりを分かってたっちゃうとすごい。でね、秋戸寺さんとね、はじめまして言ってたの今日。いや、嬉しかったな。会って早々ね、ハグしてくれたの。うわーって。だ、めっちゃいい匂いがしてね。わ、めっちゃいい匂いするって。はじめにも匂い移ったかなって思って自分嗅いでみたけど、別に残ってなかった。もうちょっとくっついてたらもらえたかもしれん。あの匂いをいただきたいね。あのスメルをどうやったら手に入るんだろうね。いい匂いだったじゃん。めっちゃ優しかったじゃん。いっぱい喋った。一緒にお弁当食べた。美味しかったじゃん。もうなんかいっぱいね、MC も回してくれて、お話も振ってくれて、もう本当に皆さん優しいなって。でも初めバイキンマンはやったことないからちょっとな。はひふへふ。まあ。でもやったてぃじゃん。 Wii がさ、ノミネートしてもらえてると思ってなくちゃ。未だかつてない声でファンを魅了する彼女がリスナーに対して並べた感謝の言葉とは、うん、それではどうぞ。おーい。いやほんとにゃ、自分のことも褒めてあげなって。いや、ヨドディーじゃういや、お前すぐみういや、ヨドディーやもんじゃ。ありがとう。いや、そう、文字のままだけどな。編集が。これ、ほんと聞き取れなかったんだ。自分のことも褒めてあげなって。いや、ヨドディーじゃうや。お前すぐみういや。ヨドディーやもんじゃ。ありがとう。ああいうファンがいる。マジになっちゃったらって。ちょっと、いや、初め10秒前に言った言葉ちょっと覚えてないからさ。ちょ、ごめん、なんて言ったんだろうね。後で見返したら自分は多分わかんないけどね。ふわもこちゃん。はい、というわけで。日本語なのかな。ねえ、日本語でしょ。でもやっとてぃじゃん、ウィーの動画ちょっと悪意あるだろ、絶対あれ。悪意あるよな。ほにゃなんだ、ほにゃほにゃな。お分かりいただけただろうか。なんだお分かりいただけただろうかって。なんだあの編集。悪意あるじゃん。あげー、そんなすごい、なんか、マジでわかんねえみたいな大事件だったんだにゃ。ちょっとはじめにはちょっとわかんないでつけるね。うん、誇張されてたじゃん。初見はそんな感じだった。そうなん、そうかな。聞くよ。どうした、わからない。なんでそんなはずない。いや、やだよ、
やめて、うるさい、違う。